たルゴを倒し数年余りが経っていた。生き残った者たちによる町の復旧は順調に進められ、人々はついに平和な暮らしを取り戻していた。トランクスもまた戦いの日々から離れ、ブルマとともに平穏な暮らしを送っていたどこに行くかなうーん。 母さん、ずっとここにこもってるよな。 もう行けます。ありがとうございます、トランクスさん。それで、その海王神海にはどうやって行くんですか海洋深海へは、このキリトが連れて行ってくれます。では、キリト、お願いします。はい。私は、人間ごときを我々の性域に踏み入れさせるのは抵抗がありますが、やむを得ません。 なんだかこの人には嫌われてるみたいだなでは私のそばへあはいさあいいですよはいはいだ これは、瞬間移動ですかええきびとのと意技なのです海洋深海へようこそトランクスさんここが海洋深海か少し地球と似てますね本来この海洋深海は人間はおろか神や海王ですら足を踏み入れることのできない聖域なのだぞそそうなんですかうん その服装。この世紀にはふさわしくないな。えす。すごい。お似合いですよ。そ。そうですか。ははは,はは。なんだか。堅苦しいな。それでは、もう一度。ここであなたにやっていただきたいことを説明します。地球でも言った通り、あなたには。 この海洋深海に伝わる最強の剣を使ってもらいます。その名は Z ソード。誰も使ったことのない伝説の剣です。え誰も使ったことがないそれってどういうことなんですか実際に見ていただいた方が早いと思います。ご案内しますよ。 この地面に突き刺さった剣がゼットソードです私の知る限り今まで誰もこの剣を抜くことができたものはいませんなるほどだから誰も使ったことがないというわけですねそれでこれを抜くとどうなるんですこの剣自体がすごい切れ味なんですかすごいパワーを得ると伝えられている そう、おそらく、あの魔人ブウもしのぐほどの。だが私はおろか。これまで何人もの火曜神様でも、どうにもならなかったものだ。人間などが引き抜けるはずがない。そんなの、やってみないとわかりませんよ。ふん。よーし。んうー

なんというとてつもないパワーだとても下界の人間と思えん,ん <noise> だが無理だ何人もの火謡神様が挑戦して抜けなかったのだどうして人間などに抜くことが

伝説のゼットソードの感触は剣は昔から使い慣れている方なんですが今のところそんなにすごい力があるようには思えませんそ、そうですかもしかすると使いこなせるようになれば剣の力が引き出せるのかもしれませんねでは剣を使っての手合わせでも始めますかそうですねじゃ、ちょっと待ってください実はこの剣… すごく重いんです。今のままでは修行もままなりませんよ。だから少し待ってくれませんか。まずはこの重さに慣れるところから始めないと。ええー、なんと情けないことを。待ってください。トランクさんの言うことはごもっとも。修行よりも先に重さに慣れることを優先した方がいいでしょう。うん、仕方ない。ならばすぐにその剣になれるのだ。 はい。なぜキビトが指導役になっているんでしょうかまった<あ>く信じられませんな。ここんな短時間で、あのゼットソードをあれほど振り回せるとは。ええ、素晴らしいですね。なんとか。 普通に剣を震えるくらいには慣れたと思います火曜、うん、神様次は実際に剣を使った修行に進んではそうですねトランクスさんいかがでしょうか修行するといってもどうするんですかもしかしてキビトさんと手合わせするとか、うん。いいだろうではい,いえここは トランクスさんとジットソードの力を、私自身で見極めたいと思います。いかがですか？え、海王神様と手合わせするんですか？か、海王神様自らのお手を煩わせるなど。大丈夫ですよ。それに、私も少々楽しみなのです。トランクスさんとジットソードの力を知ることが。わかりました。そういうことであれば。お願いします。はい。 遠慮せず来てくださジェットソードの力試させてもらいますいきますよええその力近く見せていただきますよなるほど思った通り素晴らしい力ですねなるほどこんなものじゃありませんよさすがですねそれでは私も よしよしよすよしこの辺りでやめておきましょうこれ以上は私が持たないかもしれませんすす晴らしいですよ我々が想像していた以上にとてつもない力をお持ちのようですね やはり、あなたを戦士として選んだことに間違いはなかったようですそそうですかでも俺にはこの剣の力はまだよく感じられませんうーんもっと使いこなすことができるようになれば何か見えてくるのでしょうかトランクスよ修行だ修行をするのだ Z ソードを引き抜いたお前ならできるはずだあはいやってみます とはいえ、先ほどの手合わせでわかったのですが、もはや我々ではトランクスさんの修行相手は務まらないようです。それほどトランクスさんの力が素晴らしいのです。これは嬉しい誤算でした。そ、そこまで言われると恥ずかしいですね。ですが、やはりより強い相手と手合わせをした方が修行の効率は良いのでしょうね。え、ええ。確かにその通りだと思いますが。ふん。 今この世には我々以上に強い存在はいない我々が相手にならないというのならせいぜい頭の中で修行するしかあるまい頭の中ならいくらでも強い相手を想像できるだろうまあもっともそんなことが修行になるかどうかはわからんがう,ーんうんうんなるほどそれですそれですよキビトおっえ どういういことですか少しあなたの心の中を覗かせてもらってそのイメージをより鮮明にあなたの心に投影するのですうまくいけばその本人がまるで目の前にいるように見せることができるはずですへえそれはすごいですねさすがは海王神様我らにない発想をお持ちだでは早速やってみましょうあなたが手合わせしてみたい方を思い浮かべてみてください 修行の相手かやっぱり強い相手との組み手が一番効率いいと思うけど。